それでは準決勝第1試合です。で、第1試合赤コーナーの第1ラウンドです。はじめ。さあ、ロマンライト第22回の準決勝第1試合、旋風丸2代目カスタムの先行です。うっちゃり投げ。さあ、うっちゃり投げ、得意技出ました。得意技ですね。バランスを保ちつつ投げ捨てる、この一撃すごいな。安定感。はい、ただいまの大技、ツーダウンの大技ということで、赤コーナー第1ラウンド3ポイントです。まずは順調に3ポイントを獲得していきました。はい、はい、旋風丸さんミュートにしてください。さあ、続くのは高校コブファミリー制作キュービー青コーナーです。見てる僕らもすごい緊張感なんで、はい、それでは、本人たち大変でしょうね。第1ラウンドですね。どちらもお互い9ポイント取れるポテンシャルがあるというのを分かってる上での対決ですもんね。どっちがミスしないかっていう対決ですもんね。バックドロップ、キュービーは持ち上げてる。バックドロップ、素晴らしい。さあ、衝撃で画面が揺れ動くような一撃でした。さあ、ダウンを獲得したというコールは入っています。ただいまのバックドロップ、ツーダウン大技ということで、3ポイントですね。青コーナー3ポイントです。さあ、ここでツーダウン認定です。3ポイントが入ります。はい、そうでしょう、ね、あれがね、自分が先に落ちちゃうと減点の可能性があったんでね、この緊張感の中、あの技を選んで一発目にやるっていうキュービのメンタルもすごいですね。ミュートのままだと思いますけれども、大丈夫ですか？ミュート外してください。3ポイントの応酬勝負ですね。うん。マイクはミュートです。声が聞こえません。ミュートを外してください。あ、はい。今入れました。旋風丸のターン準備 OK です。はい。それでは、旋風丸さんの方ですね。赤コーナー第2ラウンドです。はじめ。はい。さあ、キュービーのバックドロップ受けての旋風丸2代目カスタム、先ほど披露したのはすくい投げうっちゃりでしたが、はい、狙うのは何か。ここはハイキック、はい、2回目に使ってきましたね。ハイキックということで、2ダウンの大技になります。なので赤コーナー第2ラウンド3ポイントです。蹴り上げた後のブレマ、はい、一切見えませんでした。6ポイントをこれで獲得。はい、キュービーです。倒れませんからね、はい、あんだけ高いキックした、それでは、青コーナーの第2ラウンドです。はじめ。さあ、続くキュービーの2回目の攻撃です。重い投げ、どういった組み立ててくるかですが、重い投げのコールがありました。このパターンですね。いやー、完璧にひっくり返しました。もうキュービーは10ハック3点取れる、はい、だけ詰めていってるというか、詰んできてますね。青コーナー3ポイントです。練習を相当やってるんですよね。はい、それでは赤コーナーの第3ラウンドですね、移りましょう。しっかりと3ポイント獲得できています。キュービー聞こえますか？はい、聞こえますか？大丈夫です。はい、旋風丸のターン。さあ、第3ラウンド。はい、では赤コーナー第3ラウンドです。はじめ。さあ、旋風丸、はい、2代目カスタムは何を見せてくるか。やはりあの技が見たい。私はやるんじゃないですか。フランケンシュタイナー、最後に見せるのがドクターギーか。技です。ダミーのターゲットの顔面を地面に叩きつけました。はい、2ダウンの大技ということで、赤コーナー第3ラウンド3ポイントになります。素晴らしい。Kポイント獲得。ありがとうございます。さあ、ここまではもう想定通りと言ってもいいでしょうか。あとはキュービー、ね、すごいプレッシャーの中だと思いますよ。はい、キュービーです。はい、はい、それでは、青コーナー第3ラウンドですね、はじめ。さあ、このダミーターゲットの配置は、狙うのはあの技か。いや、もうこれもいくでしょう。時間を使います。さあ、トライできるのは1回限りか。
狙いを進ませて、おっと引っかかっている。時間がないぞ。残り5秒、いけるかキュービー。カウントが迫っています。やめ、時間切れです。はい、ただいまの、ラウンドですね、タイムアップということで、0ポイント。ただいまの試合、第3ラウンドが終わりましたところ、赤コーナーが9ポイント、青コーナー6ポイントで勝者赤コーナー。さあ勝利して決勝に駒を進めたのは旋風丸2代目カスタム。はい、ありがとうございました。赤コーナー勝ち上がりました。見事です。